皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村ひとしです。昨日の夜ですね、パチンコ必勝本オリホープラスのですね、付録 DVD パチンコの真髄のナレーションを陳龍くんと一緒に、収録しました。まあもうこうやってですね、収録してる最中も、他のプログラムをですねホールで、実践収録したりと、まあライターさんたちも大忙しです。本当に2023年もパチンコが大きく変わってきました。本当にですね、皆さん YouTube で活躍されたり、本当に実際問題動画の中でですね、お座りパチ増えました。今日もですね、ナレーション入れてて、僕らがナレーションを入れた、実践はなんと、たまげちゃんがですね、7つの大罪で見事なお数値をあっという間に決めて、しかもすごい連チャンをしてくれました。まあ本当に大事態の性能が変わってきたので、ゴジラ対エヴァンゲリオンやそれから、エヴァなんかなかなか、座れなくてですね、苦労されてる方も多いと思うんですが、他の隊でもこんなに勝てるんだっていういい証明だと思いますね。まあ本当にそういう意味でも新しい時代が来たなって気がします。何気にですね、お客さんが今でもついてるっていう若いお客さんがですね、ちょっとしつこく狙っているような台っていうのは、やっぱり僕らある程度シニアでだんだんこう守りに入っていった人間が座らなくなったりするっていうあれですけど、陳龍くんもそうですよ。陳龍くんは基本的にはまあエヴァしかないっていう感じの打ち方を1年間続けてるんですが、いや今回ですね、まあやっぱりたまげちゃんのお数値に刺激されて、7つの大罪を打ったら、やっぱ自らもですね、見事に、勝ちを手にして、これもまた他のプログラムで見ることができると思うんですが、本当にですね、7つの大罪の良さをですね、今頃初めて知るという、まあ、こんな方結構多いんじゃないですかね。なんでここにお客さんが座ってるんだろうとか、いやもう今日ゴジエは座れないよって言って、他のコーナーを回ってたまたま座った台、初打ちだった台とかで、思わぬ勝ちを手にしている方も多いんではないでしょうか。もう台そのものの性能が変わってきた今、まあこの一つの台にこだわるっていうことも必要なくなってきたのかなって気がしますよね。そういう意味で僕みたいにも本当に臨機応変に、台を移動して、本当にいろんな台を打って、いろいろな台でおスイッチを決めるっていうのがですね、だんだんこれからポピュラーになっていて、普通のパチンコファンの打ち方に変わっていくんではないかって気がしてなりません。まあ、そういう意味でもですね、今テレビの CM でガロケンを触ってる中村玉緒さんと雛形あきこさんを見てるとですね、いやこれから先出る新台の CM もさらにですね、春先のその、スマートパチンコの CM なんか始まってくると、全く世間の様子が変わっていてですね、もうパチランを見る方たちも感覚が変わってくると思うんですよね。そういう方たちのためにもう新しいライターさんやなんかで、ごろっとですねイメージチェンジを図った方が、パチンコランドもいいんじゃないかってことでですね、リニューアルを予定しているみたいなんで、ぜひですね皆さん、これからもですねパチンコランドをよろしくお願いします。スマホサイト谷村ひとしパチンコランドの方にですね、今すぐ登録なさると、僕の本当に今週月曜日に打ったばかりのですね、ガロゴールドインパクトのえげつない連チャン動画がご覧になれます。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。